職業は現代アーティスト、名前は本橋浩介。神戸に生まれて4人家族の2人兄弟の末っ子。制作の大きなテーマっていうのは真実を形にするっていうことをテーマにしていて、真実って何かっていうと受け入れざるを得ないもの、人間が例えば宇宙の法則みたいなものであったり、死の存在、そして人間の持つ衝動、そういったものを作品というものに宿すっていうことを試みています。ちっちゃい頃からずっとその死みたいなものを意識することが多かったんですよ。例えば動物たくさん飼ってましたけど、いつの間にか死ぬっていうことだったりとか、あとは阪神淡路大震災でたくさん人が死んだりで、自分も交通事故とか死にかけたことがあって、この体の中が自分だって言える時間っていうのはものすごく短いだなっていうのをちっちゃい頃からずっと感じてました。自分が今死んでも何も残らないなっていうことをすごく感じて、せっかく生まれてきて一瞬の間だけこの世に存在できて、自分としてっていう間に何か自分のエネルギーみたいなものを自分以外のところに残すことができたら、自分の姿がなくなっても生きた意味があるみたいな風なことを感じて、作品をアーティストとして作っていこうって思いました。自分の持ってるエネルギーをたくさんの人に与え続けるっていうことと、アートを通して世界をもっと良くしていくっていうこと、それをやり続けたいと思っています。